日本茨城県つくば市松城手代木団地バス、停留所付近手前から順に、常用銀行、手代木鹿、矢田部松代郵便局、松城交番が並んでいる。松城は、茨城県つくば市の町名。現行行政地名は、松城1丁目から松城5丁目。郵便番号は305-0035。つくば市の東部に位置し、 つくば研究学園都市研究学園地区に位置する。他の研究学園地区と接していない、飛び地のような立地となっており、地域内は住宅が並ぶ。従来は平地林の広がる地帯であった。五丁目9番地付近は、宮脇団によって設計された小建て住宅地となっており、美しい街並みを創出する、区内の道路は化粧補送面にして、コミュニティ道路とする、 緑豊かな住宅地を作るを方針とし、屋根形や外部色の制限、アプローチと駐車場の規則的配置を行っている。3丁目に、市立松城小学校、松城公園、4丁目に、市立手代木南小学校、茨城県筑波保健所、5丁目に、市立手代木中学校がある。東は小野崎、倉掛り、西は、西号、西岡、島。 手代木、南は、西大沼、北は、原、狩間と接している。近隣の地名である松の木の、松と手代木の、代から一字ずつ取って、松代となった。長野県の松代町や新潟県の松代町とは、無関係である。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立の小中学校に通学する場合、学区は次のようになる。 ありがとうございます。